いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。先日ですね、散歩よりこちら濃厚豚骨のコクの白豚骨と香りの黒豚骨、こちらがね期間限定で全国販売となりましたね。ということで今回ですね、散歩と言いましたらやっぱり焼き豚ラーメンですよね。この焼き豚ラーメンとですね、こちらのですね濃厚豚骨の2種類ですね、この3つを食べ比べていこうと思います。それでは早速ですね、開けていこうと思います。まずはこちらの香りの黒豚骨ですね。こちら中にはですね、粉末スープと後入れネギですね、あとこちら調味油、この3つがですね入っております。次にこちらのコクの白豚骨にはですね、粉末スープとあとすりごま、それと調味油ですね、これが入っております。それでは最後に僕らの焼き豚ラーメンですね。九州でカップ麺と言いましてやっぱりこの三方の焼き豚ラーメンなんですよね。この焼き豚ラーメンもですね、一時期確か関東にね進出したことはあったんですけども、やっぱりこの豚骨の臭さがね関東の人たちには合わなかったみたいでね、九州だけ、九州、山口、あと関西、近県、何県かかな、でね、販売されております。こちらは、焼き豚に、焼き豚ラーメンのスープですね。あと、生姜と調味油が入っております。それでは、それぞれですね、スープ入れて作っていこうと思います。まだこちらですけども、黒は3分に対しまして、白は90秒なんですよね。で、麺がですね、見た目的に若干白の方が細いかなーって感じなんですよね。はい、それではですね、焼き豚ラーメンと黒がね3分なんで、先にこちらお湯入れます。はい、それでは3分待ちたいと思います。はい、それでは90秒経ちましたんで、こちらの白の方もですね入れていこうと思います。よいしょ。それでは90秒待っていきます。チャンネル登録してね。はい、それでは3分に90秒経ちましたんで、早速ね開けていきたいと思います。それぞれ軽く混ぜまして、はい、完成いたしました。白はね、このごまの香りがいいですね。チャンネル登録してね。まずはね、ちょっと焼き豚ラーメンからね食べてみようと思います。いただきます。このね、適度な豚骨の臭さがいいんですよね。では次に塩豚骨いきたいと思います。ごまの香りがいいですね。またね、麺も細麺となっております。いただきます。うん、あ、これスープがいいですね。なんかね、あの豚足、あれの味わいに近いような味わいもするんですよね。で、このコクのあるスープにこの細麺がめっちゃ合いますね。続きまして黒豚骨ですね。こちらこのマー油の香りがまたいいですね。いただきます。こちらはね、香りのとありますように、この黒マー油の香りがいいですね。まだこの豚骨スープはですね、他のに比べるとちょっとあっさり系で感じですね。でもね、この黒マー油がね、サポートしておりまして、ちょうどいい塩梅になってるんですよね。これね、あのやっぱり黒と白はね全国販売というのもあるんでしょうけどもね、あの全国の人がねちょっと楽しめる味わいって言いますか、豚骨臭さがねやっぱり抑えられてるんですよね。それに対しましてこの焼き豚ラーメンはね、この豚骨の臭さがねやっぱりしっかりとありますのでね、九州の人からしたらね、ちょっと白と黒はねなんかちょっと物足りないかなって感じ
なんですよね。この焼き豚ラーメンの豚骨臭さをね、知ってるからこそこの白と黒がちょっと物足りないなって感じになるんじゃないかなって感じですね。この焼き豚ラーメンはですね、九州で食べる豚骨ラーメンって感じなんですよね。それに対しまして黒と白、黒はね、関東で食べる熊本ラーメンって感じですかね。ね、で白はね、関東で食べる博多ラーメンみたいな感じでね、この豚骨臭さがね、やっぱり白と黒は結構抑えられてますね。チャンネル登録してね。はい、ということで今回はですね、三方のカップ麺食べ比べてみましたね。3つともね、それぞれ特色がございまして、九州のラーメンを楽しみたい方はですね、こちら焼き豚ラーメンおすすめですし、まだね、この豚骨臭さがね、ちょっと苦手な方はですね、こちらの白と黒おすすめです。私の勝手な思い込みなんですけども、こちらの黒はね、関東で食べる熊本ラーメンって感じでね、豚骨臭さはですね、結構抑えられておりますけども、このマー油のね、香りがたまらないですね。また、こちらのコクの白豚骨はですね、こちらは関東で食べる博多ラーメンみたいな感じでね、このコクのある濃厚スープ、これがもうたまらなく最高ですよ。こちらの黒と白はですね、全国で販売されておりますけども、期間限定となっておりますので、ぜひですね、見かけられましたらお試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございましたね。同じ九州のラーメンでもね、やっぱり九州で食べるのと関東で食べるのはね、味わいが違うんですよね。なんかそれがね、再現されるようなカップ麺でしてね、もうほんとね、九州人、豚骨臭さが好きな九州人からしたらね、白と黒はちょっと物足りないかなって感じなんですけども、関東とかね、九州以外の方からしたらね、結構いい具合なんじゃないかなって感じですね。ほんとこの黒はね、この黒マー油の香りがすごいですし、こちらの白はね、このコクがものすごくてね、濃厚なんですよね。ぜひですね、こちらの黒と白お試しいただければと思います。期間限定で全国販売いたしております。お近くのスーパーやコンビニにもですね、もしかしたらあるかもしれませんので、ぜひですね、お試しいただければと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価にチャンネル登録お願いいたします。それではだんだんな。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録してくださいね。てか絶対チャンネル登録してよね。それではだんだんなー。